はいどうも、もっくんです。今日はですね、ブレの種類とシャッタースピードの関係について話していこうと思います。はい、今日もよろしくお願いします。僕のチャンネルでは機材のレビューやね、写真のハウツーなどいろいろ配信してますので、ぜひね、写真好きの方はチャンネル登録してくださると嬉しいです。前回はね、初心者向けに焦点距離の関係についての動画を上げているので、概要欄に貼っておくので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、というわけで、今日はね、写真を撮る上で欠かせないんですけれども、このね、手ブレや被写体ブレと言われるものですね、について話していこうと思います。ブレについては大きく分けて2つの種類があります。自分のね、体の振動でブレてしまう手ブレ。で、あと1つは、例えばですね、走り回る犬を撮ったり、子供を撮ったり、もしくは車を撮ったりですとか、あとはね、野鳥を撮ったりとか、それによって起きる自分の手ブレとは関係ないブレですね、被写体によって起きるブレのことを被写体ブレと言います。大きく分けて、このね、手ブレと被写体ブレっていうのがあるんですけれども、じゃあどうしていけばそれを防げるのかっていうことについて簡単に話していこうと思います。で、皆さんね、カメラ好きのお友達とかから、手ブレしないにはどうしたらいいのって言われた時に、シャッタースピードをね、速くしたらいいんだよとか、脇を締めたらいいんだよっていうアドバイスを受けると思うんですけれども、その理由についてもね、説明していこうかなと思います。で、一般的に手ブレが起きやすいシャッタースピードの条件ってあるんですね。では具体的に説明していきます。で、手ブレしないシャッタースピードに関しては、実はね、目安になる計算の仕方があるんですね。一般的に言われてるのが、焦点距離分の1秒のシャッタースピードが手ブレしない、まああくまで目安なんですけど、目安のシャッタースピードだよと言われております。では例えばですね、今つけてるのはフルサイズ換算 50mm のね、焦点距離のレンズなんですけれども、じゃあ手ブレしないシャッタースピードはどれぐらいなのと言われると、フルサイズ換算 50mm のレンズなので、50分の1秒がね、大体の手ブレしない目安のシャッタースピードだよっていうことになります。じゃああと一つね、深掘りしていきます。手ブレっていうのは望遠になればなるほどシビアになっていくんですね。なので、レンズの焦点距離が長ければ長いほど手ブレするリスクが高まると言えます。それについても先ほどの計算で考えると分かりやすいんですけれども、望遠レンズの 200mm だと焦点距離が 200mm なので、200分の1のシャッタースピードを下回った時に手ブレのね、リスクが高まっていくと考えられます。まああくまでこれは目安の計算式になるので、鵜呑みにしないようにしていてください。皆さんのお持ちのね、ボディの重さが違ったりですとか、あとは脇を締めてね、手ブレを抑えれるシャッタースピードにも個人差があると思うので、あくまで目安だと考えていただけると嬉しいです。こういう目安の数値を知っておくと、あ、今俺 50mm つけてるんだけどシャッタースピードが50分の1を下回ってる、手ブレのリスクがあるな、もうちょっと上げとこうかとかいうね、判断とか気づきに現場でなるわけです。はい、では手ブレについて分かったところで、次はね、被写体ブレについて話していこうと思います。被写体ブレは自分のね、体のブレと関係なく、被写体がね、その名の通り動き回って起きるブレでございます。まあ車だったり野鳥だったり動き回る子供だったりペットだったり、そういった被写体の時にはシャッタースピードをね、先ほど言ってた目安よりね、上げていかないと、さらにね、ブレが起きるリスクが高まってきます。なので先ほど説明した焦点距離分の1よりシャッタースピードをね、なるべくね、上げてあげた方が、そのリスクがね、縮まっていくというわけです。例えば僕の目安でいくと、焦点距離 50mm だと50分の1のシャッタースピードを下回った時に手ブレのリスクがね、高まるよっていう話をしたんですけれども、子供とかね、ペットだったりとか動き物の時はさらにシャッタースピードを上げています。僕の目安でいくと、シャッタースピードね、最低250分の1までは上げるようにしてます。さらに動きが速いものだと500分の1ですとか、シャッタースピードをね、被写体のこのね、動き回る速さに応じて上げていく必要があるわけなんですよね。例えばさらにシビアな状況で説明しますと、お父さんとお母さんと子供が走り回ってる自然な姿をね、写し取りたいといった時に、被写体もね、複数人になるわけなんですね。被写体も複数人になるので、もちろんね全員にピントを当てるためには絞りを絞っていかないといけません。じゃあ絞りを F8 まで絞った時にさらにシャッタースピードを上げないといけないという状況になるわけですよね。その際に絞りを高くするっていうことは明るさは暗くなります。さらにシャッタースピードを速くするってことはまたさらに暗くなります。っていった時に考え方によっては ISO をここで上げてしまうっていう判断に行き着くわけですね。なのでシャッタースピードを稼ぎたく、さらに全体にピントを当てたい時、要は F 値を上げてシャッタースピードも上げたい時には ISO も上げないといけなくなってきます。幸いに今出てるカメラって ISO を上げても高感度に強いカメラが多いので、多少の ISO 感度を上げてもそこまでノイズが乗らないので、そもそものね映ってる被写体がブレててね没写真になってしまうよりは、思い切ってね ISO をその際は上げるのも手段の一つです。なので F 値も上げないといけない、シャッタースピードも上げないといけないという時は恐れずね ISO を上げてシャッタースピードをね稼ぎましょう。じゃあここからはね、ブレに対する対策をざっとね、3つ説明していきます。まず1つ。まあ基本的なんですけれども、脇をしっかり締めてね、手ブレしない構え方でできるだけ撮るということですね。まあカメラを始める上でのね、最初の基本中の基本なところになってくるので、もしね、できてない方は修正してください。例えばね、写真を撮るときにこうやって片手で撮ってたりとか、よく見るのがね、こうやって脇を開けてね、撮ってたりとか、まあさらに最近ミラーレスを使ってる方が多いので、よく見受けるんですよね。こんな感じで脇をね、開けたまま撮ってる方とかですね、画面を見ながら。いいんですけれども、ちゃんと脇をしっかり締めてね、ブレないように撮ってあげるのが一番ベストなので、ぜひね、皆さん脇を開けて撮ってる方がいましたら、あーと思って修正して次から撮ってください。なので写真を撮るときは手ぶれを抑えるために脇をしっかり締めて、レンズをね、しっかり支えてホールドしてあげて、撮ってあげることによってブレを軽減できます。次に手ぶれは軽減しましたと。あとは子供だったりペットだったり動き回るね、被写体だった場合は、自分の手ぶれを軽減できても被写体がブレてしまう可能性があるので、さらにね、シャッタースピードを上げていきましょうっていう考え方ですね。ブレに対する対策3つ目。ズバリね、三脚を使うことですね。よくね、風景写真を撮りに行った時とかに、ドシッとした三脚でホールドして風景を撮っているハイアマチュアのね、本当にベテランで写真うまそうな人たちよく見ると思うんですけれども、あれはね、手ぶれを防ぐために三脚を使ってるわけなんですよね。で、風でね、できるだけブレないようにめちゃくちゃね、強度が強い三脚を使ってたりとかします。で、三脚を使わない場合であっても、今のカメラって手ブレ補正何段分とか言ってすごくね、優秀なカメラがいっぱい出てきてますよね。ちなみにね、今僕が手に持ってる富士フイルムの XT3 とね、このレンズは手ブレ補正がね、ボディ側にもレンズ側にもついていないので、この手ブレしやすいシャッタースピードの条件とか、まあ構え方ですとか、いろいろちゃんと理解した上で撮らないと手ブレが生じてしまいます。なんですけども、例えば僕が今メイン機に使ってるソニーとかは手ブレ補正がね、何段とかね、手ブレ補正がついています。カメラ初心者の方に手ブレ補正何段分って言ってもピンとこないと思うので、手ブレ補正1段分って具体的にどれぐらいの感じなのっていうのを説明していこうと思います。簡単に説明しますと、シャッタースピード100分の1じゃないと手ブレのリスクがあるっていう条件下で、手ブレ補正1段分効いていると50分の1のシャッタースピードまで取れることになりますね。なので手ブレ補正5段分とかなると凄まじいですよね。これぐらいね、今のカメラの恩恵を受けているわけですよね、我々は。実際ボディ内手ブレ補正とかレンズ内手ブレ補正がなかったとしても悲観することはなくて、今言ったね、シャッタースピードを十分に保ってくれたら手ブレのリスクとか被写体ブレのリスクっていうのは十分にね、抑えれますので、ぜひね、試してみてほしいです。はい、こんな感じで今日は初心者向けにブレの種類とそれに対する対策をね、ざっと説明していったわけなんですけれども、いかがでしょうか。おさらいしますと、ブレには手ブレっていう種類と胴体ブレっていうね、被写体ブレっていうのがあるよっていうことと、対策としては三脚を使う、ちゃんとホールドして撮る、でシャッタースピードを速める、でシャッタースピードを絞ってて足りなかったら ISO 感度を上げてしまって撮る。こういったことであらゆるブレのリスクをね、軽減することができるので、ぜひね、カメラ初心者の方は意識して撮ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画ね、役に立って面白かったよ、いいなって思ってくれた方はぜひね、チャンネル登録、グッドボタンしていただけるとすごく励みになります。あと SNS ね、僕 Instagram とか Twitter とかね、ノートも最近始めたので、ぜひね、概要欄にリンク貼っておきますので、フォローしていただけると嬉しいです。インスタグラムがね、結構ね、写真はいっぱい載せております。まあ、仕事のアカウントと個人のアカウント混合しちゃってる感じなので、お客さんの写真と僕のポートレート作品が混ざってるので、あれなんですけれども、ある意味ね、両方見れるのでいいかなと思います。ぜひね、見てくれると嬉しいです。はい、今日はこんな感じで締めたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。